です。感情的に子供の頃やはバカだって話をしたいんですけど、そもそも論理で 親と口論してた時に親自身が嫌なら出てけって言われる時って私はあったんですよ。だけどそれっておかしいじゃん。だってお金という権力がある、親という、ね、地位がある。だけど出てけっていうことは子供である学生自身が、まあ、バイトでもしてない限りですよ。例えば小学校中学校でバイトできないじゃん。なので家で出てけって言うたら、お金がない権力がない状況で家を出たらどこに住むのって話で、もう言葉って最大の武器じゃんって言いたくなるぐらいのレベルですよ。だからまずそんな風に頭の中にガミガミとなる親は子供に対して自分がバカだっていうことを証明してしまうきっかけになっちゃうよって話なんですよ。で逆にこれ子供見てたら、いややっぱりねって思っちゃうような話なので、親の人は気をつけてくださいね。それでは。